今月の気になるニュースをねご紹介していきたいなと思います。現在3月なんですけども、すいません、2月のニュースも若干混じっております。原宿にさえ行けば自分の好きなリーバイスが作れるんですよ。はい、本日はですね、今月の気になるニュースをねご紹介していきたいなと思います。ということで早速ね、この辺りがセールなってて1万円とか1万5千円ぐらい安くなってますっていう話をしたいところなんですけども、今月のニュースということで、現在3月なんですけども、すいません、2月のニュースも若干混じっております。でもまあその辺りも含めてね、愛嬌でニコニコしてごまかしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ではですね、まず最初にもうこの辺りから行きましょうか。セールになってると言ってるからね。皆さん大好きバルトロライトジャケット、このジャケットなんともう現在セールになっておりまして、僕が見たサイトの中ではですね 20% オフになってるところがございました。で 20% オフなんで、もともと6万円やから、4万8000円とか4万7000円とかその辺りになってるっていうところも見ましたし、あと以前ね、僕ね、このジャケットまだ買わんといてくださいと、なんでかって絶対新作はセールになるからって言った、このなんか名前の難しいジャケットあったじゃないですか、オルタレーションバブスジャケットで、こんなん誰が名前を覚えさせる気やんねんって、こんなん絶対覚えへんや、流行らへんやん、名前がねとかいう話してたけども、これも同様に5万9000ぐらいやったっていうのが今4万5000ぐらいなので、1万5000ぐらい安くなってるっていうことで、下にねそのサイトのリンク貼ってますので、気になる方見ていただければいいんですけども、ほらねっていうことで、これは絶対安くなると思いましたもん、ほら見てみーっていうことで、そういう時だけちょっとドヤ顔で言っときたいなと思うんですけども、こういったセールとかがそろそろ実は春物立ち上がるんやけども、これもさばかなあかんから、やっぱり残ってたら困るっていうことで、結構セールにちょこちょこなってたりしますので、まあ、このあたりね見ていただければいいかなと、来年とか今年の冬に着ようかなっていうことで先に買っとくっていうのも一つの手じゃないかなと思います。でそれ以外にあったら、ノースレスの方で新作が出てて気になるのがありました。っていうのがですね、こちらなんですけども、どうやらこの2024年から出る新作のエンライドレインジャケットっていうジャケットがあるらしくて、なんか生地が特徴的なんかなんかわからないんですけど、何かしらなんか注目がありそうなので、これはもう早速ポチりました。なので近々レビュー動画とかっていうのは出させていただきますので、気になる方はね見ていただければいいかなと思います。でそれ以外にもやっぱりノースフェイスのこの春の時期といえば、皆さんが声を揃えて言う、せーの、マウンテンライトジャケットということで、マウンテンライトジャケット皆さんまあ好きじゃないですか。で好きじゃないし、もう一瞬も待って興味ないっていう人もいてるけども、一応皆さんこのよく、特に僕の視聴者さんってマウンテンライト持ってはる方もほぼ 99% 持ってるっていう方いらっしゃるので、その方々からいいとこと悪いとこを聞いた動画っていうのもこれ作ろうと思ってますので、今もう皆さんから聞いております。だから動画作りますので、またそれも楽しみにしておいていただけたらなというふうに思います。やっぱ人それぞれね、これが微妙って思うんかとか、あこれいいって思ってんのかっていうのがやっぱ差があるんですよ。人によってはこれいいって言うけど、僕は逆にいやそれいらんやんって思ってるのもあったりしてたんで、まずそんなのまで見ていただければなと思います。で次、ノースフェイスからちょっと離れて、水沢ジャケットの、ゴアテックスマウンテンパーカーが出てるんですね。でしかもゴアテックスじゃなくてゴアテックスプロなんですよ。で僕が唯一持ってるゴアテックスプロ、ゴアテックスは山ほど持ってるけど、ゴアテックスプロっていうやつがね、唯一ここに1個だけあるんですけど、このアークテリクスのアルファ SV ってやつで、ゴアテックスにこれ読んでください、プロって書いてあるでしょ。これはね、より過酷な状況で着る時のこと考えられて、よりハードに作られてるっていうところが印象的なんですけども、アルファ SV の最大のデメリットって、ちょっとこれあの水沢と話変わりますけど、デサントと話変わるけど、ポケットがここにないんですよ。ここにしかポケットないから、ここにポケット入れたい時とかって入らないんですよね。もうそもそもこれがないから、それが最大のデメリットなんですけど、まあこれどうやら見てる感じはデサントのやつはありそうな感じなんで、まあそんな感じ値段もね13万円ぐらいですかしますけども、まあ面白いんじゃないかなと思います。で普通のゴアテックスバージョンは6万円台とかであったりするので、もうちょっとリーズナブルがいいと、もう別にゴアテックスプロを求めてないっていう方はもう一個下げるっていうのも全然ありかなと思うんですけど、まあもうマウンテンパーカーはね、まあアークテリクスもそうですけど、だいたい5万円はするっていう時代になってきたので、それこそまあ僕が YouTube 始めた当初、2018年学校の授業やめましたですって言うてる話とかは、まあ3万とかあればゴアテックスとかも結構買えたりしたんですけど、マウンテンライトだって3万円台でありましたからね。それが今やね4万円とか、まあ5万円ぐらいまでになってきてるけども、まあ時代の流れはね怖いなっていうところと、あと絶対値段が安くなることは今後ございませんので、絶対値段も上がりますのでね、皆さん気をつけていただきたいなと思います。で次はですね、ナンガに行きたいなと思うんですけど、ナンガがねどうやら面白いねスウェットを作ってたんですよ。でそれが何のスウェットなんかっていうと、マナートップスみたいな感じのやつがあって、そのロゴが入ってるんですね。でそのロゴは何なんかっていうと、動物と共に行きましょうとかね、こういうところでシャボン玉するときは周りに気をつけましょうとかね、そういう一応注意喚起の入ったロゴらしいんですよね。でこれでまあ一つ、特にナンガとかやってキャンプとかアウトドアのイメージあるから、そういうなんていうの、ちゃんと環境を守ってやろうねみたいなスタイルになってきてるんっていうところが、まあ、面白いなとは思うんですけども、今も多分キャンプとかってちょっとブームが過ぎたから、逆にちゃんとリテラシーの高い人らしか残ってないと思うので、まあ、これはこれでね一つネタになるというか、あそれあのナンガの新作のやつですよねって隣の人らと喋ったりとかして、あもしよかったらうちのジビエいりますとかね、あもしよかったらうちのジビール飲みますかなんて言って交流できるっていうのも、まあ一つすごいきっかけになるんかなということで面白いなと思いました。で次はですね、リーバイス、世界に一つだけのリーバイスっていうのが作れるんですけど、まあ、それが何なのかというと、原宿限定にはなるんですけども、原宿にさえ行けば自分の好きなリーバイスが作れるんですよ。例えば生地からまず選びます。
ですよと。生地のスワッチ見て、あ、この生地がいい、この生地がいいって選んでいって、でさらにその上でジャケットにしますか、パンツにしますか。ジャケットやと16万円ぐらいで、パンツやともうちょっと安いんですけど、それを選んでステッチとかね、あとはまあ革パッチとかを選んでいくっていう感じで、革パッチももう数種類に決まってるから、その中で選ぶとか、リベットとかそういう、ステッチとかももう色はある程度も決まってるから、ほんまステッチの色ってね山ほど数あるんですよ。これまあ洋服業界とかやったら皆さん持ってはるんですけども、色ってねピンクって言ってもこんだけあるんですよ。これだけでも 何十種類ってあるじゃないですか。でさらにこっから緑って言ってもこれいっぱいあるから、あ、濃い緑がいいの、それとも薄い緑がいいの、カーキっぽい方がいいのとかっていうのを選んでいったりとか、さっきの続きでね、何が違うのみたいな緑があったりとかっていう、こんだけいっぱい色ってある中で糸は決めるんですね。これ糸だけですよ、あのステッチのいい糸。洋服とかってここにステッチあるじゃないですか。でこれは黒なんですけど、この黒じゃなくて何色にしますかみたいなのを選んでいくんですけど、まあ、同じゴールドの中でもゴールドでいっぱいありますよ。もっと光に反射した時に輝くやつもあれば、輝きがちょっと濃いやつもあれば薄いやつもあったりするっていうことで、この中から選んでいくんですけど、まあ、普通の一般の人が僕も含めてね、これを青の中でもやっぱりちょっと薄い青がいいよねって選べないじゃないですか。だからある程度も絞ってくれてる中で選んでいくっていう感じなんですけど、まあ、僕とか洋服作りしてて、このジャケットもまさにそうなんですけど、新作で今作ってるんですけど、もともとはね、あのこのウールリッチのねジャケットを見て、これかっこいいやん、でこれ7万するんですよ。で7万はちょっと高くないと思って、僕やったら4万円台とかで出せるなっていうことで、まあ、作り出したんですけど、まあ、また細かい仕様は変更していかなかったので、今年の秋冬ぐらいに出せたらなと思うんですけど、こう糸何にするかとかっていうのも選んでいったりはするんですけど、まあ、デニムとかっておそらくオレンジとかね、あとまあ黄色とか、まあ、そのあたりにこう絞られるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、自分らしさが欲しいっていう方であればあえてシルバーにするとかっていうのもありなんかなというふうに思いますけども、まあ、そういったことで選んでいけると。ちょっと2月の話になってるんですけど、2月22日にノースフェイスとハイクっていうブランドがいつも前よくコラボしてるんですけど、ハイクってこのブランドだけでも1着10万とかするようなブランドなんで、前も多分これコラボしたと思うけども、でアイデンパッと見る感じどこで着んねんみたいな服やったんで、僕はちょっと買わないんですけども、おしゃれな人やったらね着こなせるんじゃないかなと思います。でちょっと興味あるのが、これから春夏夏行く時に面白そうなサンダル出てきたやんって感じなんですけど、僕サンダルって言ったらこれいつも入りますけど、ウーホスを履いてるわけなんですよ。リカバリーサンダルの主ことウーホスっていうのはねもう最強なんですけど、これにねちょっとライバルが出るんちゃうかなってちょっと楽しみにしてるのが、この大本命になれる新作のサンダルなんですけど、パコっていうところなんですね。でパコへーって感じなんですけど、毎年この手のやつが出てくるんですよ。で今まで全部買ってきたけど結局ウーホスなんですよ、いつもね。なんか本命の彼女みたいな、なんかいろいろこう目移りはするし、ちょっとあの大学で知り合った子が可愛く見えたりとか、バイト先で知り合った新入りの子がちょっと可愛く見えたりするんやけども、まあ結局本命の彼女に戻るよねみたいな感じのウーホスちゃんなわけなんですけど、まあ、このサンダルに関してはちょっとどんな感じなんかわからへんねんけども、まあ値段が8,800円、まあウーホスとそんなに変わらへん、ウーホスが6000か7000ぐらいだから、まあ、そんな変わらへん、これどんな感じなのかなって、しかもシンプルっていうことでちょっと面白そうやなと思ってるんですけど、まあこういうのもあったりしますよと。東京の方やったらご存知かもしれないんですけど、他オネオネの直営店っていうのが原宿で2月22日にもう開催されてるというかオープンしてるみたいなんで、まあ、他オネオネ欲しいとかっていう方とかやったらぜひね店舗行くっていうのもありなんかなと思います。今までもあったかもしれんけど、ちょっとどんなかわからんけど、原宿にできるぐらいから大きめやと思います。でそれ以外にやったらコラボをですね2つちょっとご紹介したいなと思うんですけど、フリークストアっていうセレクトショップありますよね、それとローソンのコラボなんですよ。でこれが何なんかって言ってパッて見てみたら、なんかニットなんですね。でフリークストアのセレクトショップならではのサイズ感でありながら、コンビニで買えるという手軽さがあるっていうような感じなんですけど、まあ、これ2970円で僕も買ってないんですけど、まあどうなんやろうなって。最近やったらファミリーマートがこんなん出したりとかしてるじゃないですか、まあそれで一貫かもしれんけど、まあ、ローソンもこういうのやってるということで、しかもセレクトショップでやってるよっていうのが面白いんちゃうかなっていうことと、あとまあ3月過ぎてるからもう皆さんご存知だと思うんですけど、 GU とアンダーカバーのコラボ、これはもう何年か前でもすごい人気なんで、今年も出ましたけど、僕ただねなんでいつも GU はおすすめしないかっていうと、すごいクオリティ低いんですよ。こんなこと言ったらあれかもしれんけども、はっきり言うとユニクロはまた高いやつあったりするかなって僕は個人的に思ってるんですけど、やっぱいろんなねいいブランドとかの生地触ってきたら、ユニクロはワンシーズンで使い捨てる人はいいよね、やけど僕らみたいにある程度年取ってきて長く着たい人には向いてないよねっていうことで、まあ僕の視聴者さんに無駄な買い物させるのもあれやなと思って基本的にレビューはしなかったんですけど、まあ GU とアンダーカバーのコラボって、まあアンダーカバー自体はね価格帯的には僕の視聴者さんと合うかなと思うんですけど、まあ、GU とコラボでねどうなっていくんかっていうところも、レザーとか出たからこれルイスレザーとちょっと比較しましょうよなんて言ってね、8000円の GU のレザーアンダーカバーと20万円のルイスレザー何が違うのか見ていきましょうっていうのもやってみたいなと思ってますので、まあ、このあたりがちょっと興味あるというか今月の気になるニュースということになっておりました。
今回は2月分という感じで紹介させてもらったんですけど、まあ、3月は3月で結構春物が出てきたりとか、4月になってきたらもう半袖とかともすればショーツとかになってくるので、まあ、このあたりって結構早いっちゃ早いんですけども、いろいろご紹介したような、まあ、店舗で言ったらホカオネオネとかリーバイスの原宿とか行った時にはオーダーもできたりとかするっていうところがありますし、まあ、ネットやったらネットで面白いコラボとかもあったりしますし、まあ、ちょっと安くでもダウン買っときたいっていうところであればこの辺もねちょっともう見とくっていうのもありなんかなっていうことで、まあ、これから買い物する前にねちょっとこれサイズ感気になるなっていう方はですよ、タクゾーバルトロとか YouTube で検索してもらったり、あとタクゾーオルタレーションバッファブジャケットって調べてもらったら僕がペシャペシャ喋ってるのがありますので、ぜひそれを見てください。そして動画を回しに回していただきたいということで、今月の気になるニュースとで皆さんがこう購入される前に必ず僕の動画を一回見てからですね、見なくても OK、 流しとけばそれで OK なんで、流して再生回数を回しておいていただければなということで、本日はですね今月の気になるニュースということになっていました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。